オクソとは、メキシコのコンビニエンスストアのフランチャイズ。メキシコ最大のコンビニチェーンである。2020年の段階で、メキシコに2万以上の店舗があり、さらに、コロンビア、チリ、ペルー、ブラジルにも進出している。本社は、ヌエボレオン州モンテレにある。オクソは、飲料会社のフェムスサによって経営されている。同社のアンテナショップ的役割も持ち、ソル、ボエミアといった、 フェムッサグループのクアウテモック、モクテスマ醸造所のビールが他の店より安く購入できる。店舗はセブンイレブンといった日本のコンビニと似た作りになっている。メキシコでは銀行口座を持っていない人が多く、オンラインショッピングにクレジットカードなどの代わりにオクソ、バライが選択できることが多い。オクソバライを選択するとバーコード入りのバウチャーが発行されるので、 それをオクソの店舗に持って行って、現金を支払うというものである。また、一部の店舗では、アマゾンの商品の届け先として、使うことができる。オクソは、ハイネ県と設立した、クアーテモック、モクテスマ醸造所のビールを販売するために、フェムスサによって1977年に醸造所のあるモンテレーで設立された。コンビニという方法を使うことで、 従来の卸売業者を通じて、スーパーマーケットや店に販売するというネットワークを使わずに自分たちの会社だけで販売することができた。当初はビールとおつまみ、葉巻のみを販売していた。プロジェクトは成功し、オクソは急成長していった。1978年に最初の店舗がモンテレーでオープンした。その後チワはエルモシージョ、ヌエボラレドに広がり、 徐々に受け入れられて、名声を得ていった。1998年に1000店舗を達成し、2011年7月6日には9000店舗目の店がオアハカ州でオープンしたと発表された。現在でも拡大は続いており、メキシコとコロンビアのほか、2017年に、チリ、2018年に、ペルー、2020年に、ブラジルに進出した。ブラジルでは2020年12月に、 サンパウロ州カンピーナスに第1号店が開店した。2014年にはアメリカ合衆国第1号店をヒスパニック系の多いテキサス州イーグルパスに開いている。2016年以降、奥祖はガソリンスタンドの経営も行っている。ありがとうございます。